はい、望月凛です。今回はロンドンビジネススクールの経済学教授であるリンダ・グラットンさんとアンドリュー・スコットさんの書かれたライフシフト2、100年時代の行動戦略を解説していきます。この本は一言で言うと、幸せな未来を手に入れるヒントを教えてくれる本だ。幸せな未来か。ああ、私たちの未来がどうなっているのかはまだわからないが、3つ確かなことがある。それは人口が増加することと寿命が伸びること、そして今よりもテクノロジーが進化していることだ。人口の増加か。ああ、日本はどんどん人口が減っているが、世界ではまだまだ人口が増え続けている。実際に2022年11月15日に世界人口は80億人を突破した。ああ、ニュースで見ましたよ。ふむ。だが15年後の2037年には90億人を突破し、2058年には世界人口は100億人に達する見通しだ。めちゃくちゃ増えるな。そりゃ食料とか水が足りなくなるわけだ。ほう、次にテクノロジーの進化だが、ちょっと前に iPhone が出て、今ではスマホでマップを見てレストランを探し、お金の支払いから振り込み、動画の撮影まで行っている。今後は自動運転車や AI ロボットが導入されて、私たちの仕事をサポートするどころか奪ってしまう可能性すらあるだろう。確かに今後どうなっていくのか想像もつきませんね。ああ、そして最後は私たちの寿命だ。寿命か。ああ、世界全体の平均寿命は 73.3 歳で、今も10年間に 2,3 年という驚異的なペースで寿命が伸び続けている。へえ。特に日本は長寿の国だ。現時点で女性が87歳、男性が81歳だからな。このままいくと、今生まれた子供が100歳まで生きる確率は少なくとも 30% 以上になる。すごいな。おう、私たちも100歳まで生きているかもしれないぞ。ちょっと待てよ。ってことは俺、あと70年くらい生きるのか。長すぎるな。うむ。この本ではこのような人口、テクノロジー、寿命の3つの大きな変化によって、私たちは従来の生き方ができなくなると言っているんだ。従来って？つまり、18歳で大学に行き、22歳で就職して、そこからずっと働き続けて、65歳で定年退職して、その後は年金をもらってゆったり過ごすというモデルが機能しないということだ。え、なんで？だってお前の仕事は AI に奪われるし、そもそもみんなが100歳以上も生きたら年金は持たないだろう。それに65歳を超えても結構ピンピンしているはずだぞ。なるほど、そうか。つまり70歳まで生きると仮定した生活から、100歳まで生きると仮定した生活へとライフシフトする必要があるということだな。今日の授業を受ければ、そんな幸せな未来を手に入れるヒントを知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、 AI によって徐々に人間がやらない方がいい仕事や退屈な仕事が消えていく、だな。ここではまず今後の仕事での変化を見ていこう。はい。結論を言うと、 AI によって徐々に人間がやらない方がいい仕事や退屈な仕事が消えていく。ほぼ確実に変化するのは自動運転車、製造業のロボット、ドローンでの配達、介護ロボットなどだな。自動運転か。ああ、自動運転は確実に進むだろう。というのは、人間が運転すると必ずミスを起こすからな。実際に今日本の場合だと毎年30万9000件の事故が起こり、約3000人が交通事故で命を落としている。結構多いな。ああ、それなら自動運転の方がいいだろう。実際に飛行機はすでに自動運転だしな。そうですね。そのためテスラやグーグルなどの多くのテクノロジー企業が自動運転に力を入れているというわけだ。ここでドライバーの仕事はなくなる。そして100年生きると考えた時に、介護をする人が足りなくなるため、介護ロボットが使われる可能性も極めて高い。また退屈な仕事も消えるだろう。退屈な仕事って？同じ作業の繰り返しの仕事だ。例えば工場内での仕事や、コンビニのレジ係や、データ入力作業員、事務員、受付係などだな。これらも全て AI にとって代わられるだろう。コンビニの店員さんは人間の方が温かみがあると思うけどな。その温かみに毎月10から20万円ほどのお金を出す価値があるのかという話だ。確かにないか。ああ、
それにそれぞれの店員さんの態度の違いがクレームや低評価の原因にもなるしな。それだったら一律全て機械でいい。こんな変化がゆっくりとだが確実にやってくるのだ。かなり多くの仕事がなくなりそうですね。ああ、私たちが勤めている会社でも多くの仕事を AI がサポートするようになるだろう。そして新聞社やタクシー会社、 CD ショップなどの会社は潰れてしまうかもしれないな。実際に30年生き残れる会社は5000社に1社だ。そして世の中の変化のスピードはとんでもなく速くなっている。つまり会社は長く持たないし、今やっている仕事も長くは持たない。だからこれから先は一つの仕事で一生安定というわけにはいかないのだ。まずは AI によって徐々に人間がやらない方がいい仕事や退屈な仕事が消えていくということを覚えておいてくれ。わかりました。次は人間らしい仕事が残り AI を活用する仕事が生まれるだな。さっきは消えていく仕事について話した。ここでは新たに生まれる仕事について説明していこう。はい。結論を言うと、人間らしい仕事が残り AI を活用する仕事が生まれるだろう。人間らしい仕事って？具体的には人と人とのやり取りやユーモア、マネジメントやリーダー、そして創造性のある仕事だ。例えばホストや精神科医、スポーツ選手などは人間らしい仕事だから残るだろう。実際に精神科医やホストクラブに行ってロボットに話を聞いてもらっても気分は晴れないからな。確かにそうですね。シリに話しかけるのもすぐに飽きますしね。ふむ。また漫画や映画などのストーリーを考えたり、芸人さんが面白い話をするのは創造的な仕事になる。またチームを引っ張ったりまとめ上げたりするリーダーシップとしての能力がある人もこのまま仕事をし続けられるだろう。 AI が社長だとなかなか従う気にならないからな。そうですね。こういった人間らしさが求められる仕事は今と同じように続いていくとされている。じゃあ僕は絶対に無職じゃないですか。だって工場のラインから定期的に流れてくる箱にシール貼ってるだけだし。まあ消えるだろうな。というかそういうのは人がやらない方がいいだろう。まあ確かにそうか。悲観してほしくないんだが、 AI が出てくればそれだけまた新しい仕事が生まれる。それは YouTube によって動画編集やサムネイル作成、ディレクターなどの仕事ができたようにな。ここでは人間らしい仕事が残り AI を活用する仕事が生まれるということを覚えておいてくれ。次は学び直して仕事を変えていく必要があるだな。さてここまでは仕事の変化について話してきた。ここからは具体的にこの大きな変化にどう対処していけばいいのかを説明していく。はい。それはシンプルに40歳だろうが50歳だろうが学び直して仕事を変えていくことだ。学び直す？ああ、社会人になったら全く勉強しなくなる人がいるだろう。はい。今までならそれでもよかった。なぜなら20歳から就職して65歳まで一つのスキルを使って会社で働き続けられたからだ。まあなんとか勝ち逃げできたわけだ。はい。しかしここからは違う。AI の台頭によって一つのスキルでは何十年も通用しないし、100歳まで生きるようになると65歳で引退するということはできなくなる。え、どうなるんですか？つまりこうだ。今までの教育、仕事、老後みたいな3ステージの時代は終わりを告げて、40歳で海外に行ってみたり、50歳でもう一度勉強し直したり、65歳から副業を始めるという具合に年齢を気にせずに新しいことを学んで新しい仕事に就くマルチステージの時代へと変わるとこの本には書かれている。マルチステージか。でも40歳になった人が英語を学び始めたとしてもなかなか頭に入ってこないと思うんですけどね。ふむ。そもそも私たちは昔の40歳、50歳と違って脳や体が若い。あのサザエさんの波平は54歳だからな。確かに老けてるな。だからこそ私たちは40歳だろうが50歳だろうが関係なく、次の時代に通用するスキルを学び直してジョブチェンジしていく必要があるのだ。なるほど。ちなみに何を学べばいいんですかね？今はプログラミングスキル、マーケティングスキル、IT、DX、AI などのスキルが重宝されているな。やっぱり IT 系か。ああ、そもそもパソコンが使えないと話にならないだろう。ちなみにすでに政府はそのことに気づいて動いている。え？ほら、
リスキリングという言葉を聞いたことはないか？ああ、なんか最近ニュースで見ました。ふむ、リスキリングとは時代の変化によって変わっていくスキルを獲得することだ。このように40歳50歳を超えてもう一度学び直すことで、今後も仕事ができる人材へと自分を成長させていく必要があるんだ。そしてこのリスキリングに今後5年間で1兆円を投じると岸田首相は言っている。マジか。毎日工場のラインから一定の間隔で流れてくる箱にただシール貼ってるだけの仕事ももう終わりなのか。ほう、そうなるの。だから学生のようにもう一度学び直すのだ。このように私たちは生涯にわたって新しいことを学んで仕事を変えていく必要があるのだ。次は時間を味方につけて投資をするだな。さて、さっきは仕事の話をしてきた。ここでは人生100年時代におけるお金の問題に踏み込んでいく。はい。それは時間を味方につけて投資をしておくことだ。投資か。ああ、当たり前だが100年生きるということはそれだけ必要なお金も多くなる。そうですね。せっかく長生きするのにお金の心配はしたくないだろう。はい。だから100年生きるというこの長い時間を味方につけて投資をすることだ。時間を味方につけるか。ああ、つまり時間をかければ小さくてもほぼ確実にお金が増えていく場所にお金を置いておくことが重要になるのだ。そんな場所あるんですか？ああ、あるぞ。日本の場合は銀行に預けても増えないから、できればイデコやニーサなどを活用して、いつも説明しているインデックス投資を何十年という単位で投資しておくのがベストだろう。やっぱりインデックス投資か。ああ、さっきも言った通り2058年には全世界の人口は100億人になる。ということは2058年にはそれだけ多くの食料と仕事、そして会社が必要になる。ということは全世界の GDP もそれに伴って大きくなる。つまり全世界に投資しておけばほぼ確実にお金が増えるということだ。なるほど、わかりやすいな。ふむ、こういった投資では長く投資をしている人ほどお金が雪だるまのように増えていく。それは複利の力が働くからだ。複利？何ですか複利って？説明しよう。複利とは金利が時とともに積み重なって雪だるま式に増えていくことを言う。例えば20歳の時に1万円を投資して年利 4% だった場合は、50歳の時には3万3135円になる。あ、約3倍？ああ、もし10万円を投資するのなら33万円くらいになるな。100万円なら330万円だ。もちろん毎月お金を積み立てていけば雪だるまのようにお金が大きくなるスピードは速くなる。なるほど。でもいつも年利 4% を出すことってできるんですか？できないだろうな。いや、ダメじゃないですか。うむ、だが小さくても全世界の人口の増加とともにほぼ確実に投資したお金は増えていく可能性が高い。まあそうか。ああ、そりゃ年利 1% の時もあれば 6% の時もある。ただどちらにせよ増えていく。このようにどうせ長生きするのなら時間を味方につけてお金という雪だるまを転がしておいた方がいいということだな。インデックス投資に関してはフェルミ漫画大学の他の動画を参考にしてみてくれ。わかりました。自分は50歳だから投資はもう遅いと思わずに、あと50年も生きると考えて、100年という長いスパンで物事を考えて、お金に不自由しないために投資をしておくのだ。もちろん不動産投資ができたり自分でビジネスを作ることができるのであれば、そっちにお金を使ってもいいぞ。とにかく時間を味方につける投資をするのがベストだ。次は人間関係を維持し新しい人間関係を作り続けるだな。さて、今までは仕事とお金の問題について説明してきた。ここでは人間関係について説明していく。はい。結論を言うと、今の人間関係を維持し新しい人間関係を作り続けることだ。新しい人間関係か。ああ、当たり前だが、寿命が100年に増えたとしても人生の時間すべてが仕事に費やされるわけではない。余暇時間もたっぷり増える。そうですね。よし、アニメ見まくれるな。ああ、ただ一人だと結構辛いぞ。え、辛い？ああ、ほら想像してみろ。友達もいない、彼女もいない、仕事の人間関係もない。
そして自分が50歳になった時に親が亡くなると、残り50年をたった一人で過ごすことになる。50年一人？つれー！早く殺してくれー！うむ。このように人生100年時代を楽しむためには、他愛もない話ができる友達や知人、大晦日に集まれる家族、そして仕事や趣味を共有できる仲間、ちょっとした世間話ができる店員さん、ペットなどの存在が必要不可欠なのだ。ちなみに精神科医のジョージ・バイラント先生がハーバード大学の研究チームと行った調査では、人生への満足感を最も左右するのは温かい人間関係だということが分かっている。なるほど。だから今の人間関係を維持し、新しい人間関係を作り続けることだ。でもどうやって？具体的にはまず今の家族や友人をできるだけ大事にするのは言うまでもないんだが、リスキリングした仕事で新しい人とつながれば新しい人間関係がプラスされていく。なるほど。または趣味を通して集まれるコミュニティに属したり、メタバースの世界で顔を隠して誰かと話をするのもいい。最近では様々なオンラインサロンもある。こんな風に投資と同じように人間関係も分散して持っておくのだ。もし一つだけのコミュニティに依存していると、それがなくなった瞬間に孤独になるからな。そうですね。でも俺コミュ障なんですけど。ふむ、そういう人はボランティアだ。ボランティアか。ああ、コミュニティに深く関わっている人は長生きする確率が高く、アルツハイマー病の発症リスクと死亡率も下がることが分かっている。100年という時間を健康的に楽しく生きたいのであれば、今の人間関係を維持し、新しい人間関係を作り続けることだ。次は、企業は労働者の年齢にこだわらないことだな。さて、ここではこんな大きな変化が起こる中で、企業側に求められていることを見ていこう。はい。それは労働者の年齢にこだわらないことだ。年齢にこだわらないか。ああ、例えば日本だと未だに新卒が会社から採用されやすいだろう。確かに僕の時もそうでした。もし新卒で内定をもらえないのなら、もう一生フリーターをする覚悟でしたもん。うむ。そのせいで本当はどうでもいいと思っている会社でも、とりあえず新卒カードを使って入っておくことになる。そしてなかなか辞められない。はい。しかし人生100年時代では年齢に関係なく、入社できる社員の年齢を多様化させる必要があるのだ。確かに新卒じゃなくても入社できれば、焦ってどうでもいい会社に入社しなくてもいいですもんね。そうだろう。また65歳を超えても働き続けたい人には、仕事を続けてもらうといった工夫をすることが重要だとこの本には書かれている。え？65歳を超えても働きたい人っているんですか？ああ、結構いるぞ。花王の生活者研究センターの調査によれば、元気なうちは働き続けたいと考えている65歳から74歳までの男性が 96% もいた。ほとんどの高齢者は働く気満々なのだ。へえ、意外だな。俺はすぐに辞めたいのに。もちろんサクッと仕事を辞めて老後を楽しみたい人はそうすればいい。ただ仕事を辞めてから DIY をしたり、キャンピングカーに乗って旅行をしたり、ゲーム実況をしたりして老後をうまく楽しめるのは一握りの高齢者だけだぞ。え？ほとんどの人は定年後は暇すぎて、全くメリハリのない毎日を過ごすことになる。人間関係が家の中だけになってしまい、やることもなく、毎日昼からストロングゼロを飲んでワイドショーを見ていたらあっという間にボケてしまうしな。ストロングゼロ。それに人は年を重ねるごとに他者への貢献を考え始めるんだ。貢献？ああ、実際に全国ボランタリー団体協議会は、ボランティア活動をする人が増え始めるのは50代半ば以降で、60代になるとボランティア活動の参加者がさらに大きく増加すると説明している。へえ、なんで年を取るごとにボランティアをしたくなるんでしょうか？うむ、それは誰かの役に立ちたいからだ。役に立つか。ああ、役に立てるっていうのは本当はとても幸せなことなんだよ。誰からも必要とされなくなると、よりそれが実感できる。そういう意味では高齢者はただでも働いてくれる世界で唯一増加している天然資源なのだ。これを活用しない手はない。なるほどな。ここでは企業は年齢にこだわらずに採用を行い、65歳を超えても働き続けたい人には仕事を提供していく方がいいということを覚えておいてくれ。次は、政府は将来必要となるスキルを身につける道筋を提供する必要があるだな。
ここでは政府の課題について説明していく。はい。それは将来必要となるスキルを身につける道筋を提供することだ。スキルか。さっき説明したリスキリングみたいなことですよね。そうだ。国としてなんとか長く働ける人には働いてもらわなければならない。なぜなら長く働いてくれれば経済が潤うし、何よりその高齢者自身の生活にメリハリが出るからな。認知症にもなりづらい。そうですね。とはいえこの先パソコンは使えませんという感じだとどこも雇ってはくれない。そのため政府は人々が将来必要となるスキルをもう一度身につける道筋を提供する必要があるわけだ。なるほどな。実際にすでに政府は主導して新しい時代が来てもそれに対応できるスキルを学ぶ機会を提供している。へえ。そしてもう一つ、国は健康的に老いられるように医療をしっかり準備しておく必要がある。健康的に老いる？ああ、寿命は100年だが健康的に生きられるのが100年とは限らないだろう。まあそうか。最後の10年20年はずっとベッドの上で天井を見上げ続ける人生だったら辛いからな。それは地獄すぎますね。言っておくが大体の人はそうなるぞ。天井に描かれた模様を数える日々だ。そうなのか。だから健康寿命を伸ばして楽しく長生きできるように政府は医療をさらに充実させていく必要があるということだ。次は年齢はただの数字くらいに捉えておくことだな。ここでは人生100年時代を生き抜くための考え方を3つ説明していく。はい。1つ目の考え方は年齢はただの数字ぐらいに捉えておくことだ。数字？ああ、何度も言ってきた通り100歳まで生きると考えると30歳も50歳もかなり若い。確かにまだ半分以上ありますもんね。ああ、だから俺はもう年だからとかおじさんだからもっと早かったらと言って自重しないことだな。何歳だって結婚を意識していいし大学に入り直していい。50歳でも60歳でも新しいことを学びゲーム実況をしてもいいし動画編集を楽しんでもいい。年齢を行動しない言い訳にしないことだ。なるほど。次は親の言うことではなく未来を見据えて自発的に行動するだな。ここでは人生100年時代を生き抜く考え方の2つ目を説明していく。はい。それは親の言うことではなく未来を見据えて自発的に行動することだ。自発的？自分で決めろってことですか？そうだ。親はいろいろ言ってくるだろう。正社員を辞めたら終わりだとか、資格を取って手に職をつけろとか、働くのが辛くても何があっても3年は耐えろ、20代で結婚しろとかな。はいはい、あるあるですね。ああ、だがそれは一昔前の教育、仕事、老後という3ステージの世界を生きてきた親の価値観だ。親の時代は一つのスキルを学び、そのたった一つのスキルを使って会社で正社員として働けば一生安泰だった。だから多少の理不尽にも耐えられた。しかし残念ながらそんな時代は終わったのだ。そうですね。これさえあれば安定なんていうものはないし、どんどん新しいテクノロジーが生まれてくる。今はコツコツ真面目に働いて資格を取った正社員が毎月20万円を稼ぎ、新しいテクノロジーを使って面白そうなことを始めた YouTuber が1日に20万円を稼ぐ世界だ。確かに。このように親の考え方は今を生きる私たちの世代には全く参考にならないどころか悪影響になるのだ。だから親の言うことではなく自分で考えて自発的に行動することだ。まあ個人的に思うことを言わせてもらうと、親の言うことを聞いているやつは成功しないぞ。これは覚えておいてほしい。最後は生涯学び続けることだな。ここでは人生100年時代を生き抜く考え方の3つ目を説明していく。はい。それは生涯学び続けることだ。学び続けるか。ああ、何度もしつこいかもしれないがこれがこの本のメインテーマになる。学び続けていれば AI によって大きく変わる仕事の変化についていける。それができると新たな仕事を通じて多くの人と知り合うことができるし、新たなコミュニティに所属するきっかけにもなる。老後の資金も安定する。そしてメリハリのある毎日を送れる。そうですね。こんな風に学び続けてこの変わりゆく世界に適応することが大事なのだ。実際に進化論で有名なダーウィンの名言に、強いもの、賢いものが生き残るのではない、変化できるものが生き残るのだとある。おお。
このように私たちは年齢にとらわれることなく生涯学び続けることが大事なのだ。このことを忘れないでほしい。わかりました。まとめだな。私たちは100歳以上生きる可能性が高い。確実に人口が100億人を超え、テクノロジーが発達して寿命が伸びる。 AI によって徐々に人間がやらない方がいい仕事や退屈な仕事が消えていく。ホストや精神科医、脚本家などの人間らしい仕事はずっと残る。 AI によって新たな仕事が生まれる。その新たな仕事に就職できるように学び続ける。時間を味方につける投資をする。人間関係を維持し、新しい人間関係を作り続ける。企業は労働者の年齢で採用したり退職させないこと。政府は人々が将来必要となるスキルを身につける道筋を提供すること。年齢はただの数字くらいに捉えておこう。親の言う当たり前の生き方は自分たちの世代には参考にならない。生き残りたければ生涯学習し続けることだな。いやー、かなり時代が変化しますね。でもマルチステージの時代になって、みんながいろいろなことをやるのはいいと思うんですけど、うちの会社は副業禁止なんですよね。ふむ、そんな会社やめろ。なんてこと言うんですか。その会社はお前のことを考えていない。今の時代に副業を禁止にされると人生が広がっていかないぞ。確かにそうか。でも気に入っているんですよね、今の仕事。何をやっているんだ。工場のラインから一定の間隔で流れてくる箱にただシール貼るだけの仕事です。いや、どこがいいんだよ。確かに。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。